エネルギーについては番組の後半に触れていきたいと思うんですけども、はい、ここで一つ触れておきたいことがあります。何でしょうか。振動って何。振動っていうのはですね、僕が今一番なんていうんですか、推してる、うん、まあ e スポーツみたいな感じのスポーツ で、ね、これ皆さんにもぜひやってほしいなって思って。なるほど。広めてるんですよね。なるほど。まあ女の子多いんでちょっとなんかあんまり説明しづらい、うん、ことなんですけど、はい、まあ、そのいろんな影の中からチンチンの影を当てていくっていうゲームなんですよ、うん、ですよね。これすごい僕は推してるんで、ぜひ皆さんもやっていただきたいなと思います、ね、何が悔しいってツイッターのトレンドに入ってたからね。そうなんですか。新郎っていうフレーズがトレンド何位かに入ってましたね、はいはい、えー、らしいですよ。日本終わりっすね。日本終わりっすね。日本ついに終わりを迎えたんですね。そう、いや、すごいことをやるね。そうなんですよ。あのさ、うん、その企画はどういう脳みそでこう思いつくわけ。違う、僕もね、僕は、うん、なんか今日面白いことするわっていう風に枠取ったんですよ、はいはいはい、なんかニコ生だから YouTube だから枠取って、うんうんうん、でなんかみんななんか面白いことしようって言ったらバーってコメントでいっぱい流れたんですね、で俺はその中のコメントから拾った気でいたんですけど、なるほど、 どうやら俺が見間違えたらしくて、うんうん、なんかそのチンチンみたいなワードと人狼っていうのが、はいはい、すごい速さで流れてきて、はい、俺の中で振動って思って俺も拾った気でいたんですけど、タイムシフト見てもそのコメント見つかんないんですよ。俺がただ見間違えて奇跡の融合を果たしてこれだっつってもうやったんですよ。もう完全にコラボですね。コラボレーション、もうなんならもうそのなんていうのかな、奇跡というか、うん、もう見間違いから始まった一つの、はい、奇跡を見たわけですか。そうなんですよ。本当に見間違えてやって、お前らよくやったっつって一人で盛り上がってやって、まあちょっといろんなところから怒られしましたけど、ね、まあ、無事ね、そのなんとか。だって目標がバンされないことっていうのはなかなかないですけどね。されてないんで、まあでもそれぐらい可愛いもんじゃないですか。いや、まあまあ別にそういうね、そういう趣味思考でやってるわけじゃなくて、まあ男の子の発想ですよね。そうそうそう、もう僕はレベルの低い大人なんですよ。今日はあのボイメンファンの皆さんがですね、うん、多分ですけども、すごいあの台風の最中、いろんな方々がもう詰めかけていただいているんですけども、はい、かなりポカンとしていただいてます。ありがとうございます。嫌いになって今日帰っていただければなと。ね、まあ、もう大嫌いになってください、僕、ね。いやいや、そんなこと、はい、そんなことはないと思いますからね。よろしくお願いします。あとは僕